または差し込んでください。 はい、どうも皆さん、こんにちは。以前かコです。それでは今回なんですけども、三井住友カード、SMBC デビットカードがあれば実質1000円分が無料になるキャンペーン、SMBC デビットをタッチ決済専用カードに切り替える方法なども解説ということでちょっと噛んでしまったんですけども、今回は三井住友カード、そして三井住友銀行に関するキャンペーン情報ですね。まあ、この動画ではキャンペーンの解説や、ちょっとしたま、注意点など交えながらサクッとお伝えをしていこうと思います。それでは行ってみましょう ということで、今回はこちらの2枚のカードについてのキャンペーン情報ですね。まあ、それぞれ上と下で分けてるんですけども、上が三井住友カードのクレジットカードですね。そして下が s m b c デビットカードということで、それぞれ分けてお伝えをします。 まずはじめはこちらの SMBC デビットカードについてですね。そのキャンペーンがこちらですね。SMBC デビット、ビザのタッチ決済で税込み500円以上を決済すると漏れなく500円プレゼントビザのタッチ決済キャンペーンということですね。いや、ほんと国投資のまあトレンドでもなりつつあるこのタッチ決済ですね。 ま、去年はね、かなりの勢いでスマホ決済が普及してったんですけども、今現在はもうどちらかというとこのタッチ決済関連のね、キャンペーンがちょくちょく見かけることがありますね。で、こちらのキャンペーンなんですけども、2020年の8月の3日の月曜日からスタートしておりまして、2020年の10月31日土曜日までの、まあ、結構長めのキャンペーンとなっております。で、参加するためには必ずエントリーが必須となってますので、もしこ,のこちらのカードですね、お持ちの方がいらっしゃれば、ここは忘れないようにお願いします。 で、今回のキャンペーンに気をつけてほしいのは、まずここなんですけども、重要本キャンペーンは SNBC デビットで、ビザのタッチ決済を利用してお買い物をされた方のみが対象となりますということですね。なので、今ここにも出てるようにキャンペーン対象可否ということで、左側の対象になるものに関しては、ビザのタッチ決済のマークが出てる決済方法、そして対象外になるのは ID 決済ですね。あとは普通のビザの決済ということで、まあ飲食店とか行った際に、まあカードでお願いしますっていうことで、 店員さんに渡して普通にクレジット払いみたいな感じでするのではなくて、ちゃんとかざして決済をすると、タッチ決済をすることが、 対象ということになります。で、もう一つここですね。本キャンペーンの重要なポイントということで、ID とビザのタッチ決済を除く、その他の決済はキャンペーンの対象外となりますということで、対象のカードなんですけども、今下に出ている4種類ということですね。この4種類のカードに共通するところはここです。このマークのあるカードが対象ですということになります。なので、これが入ってないカードに関しては対象外となります。 で、残りの細かいところを簡単に押さえてます。先ほどお伝えしたように必ずこのキャンペーンに参加するためにはエントリーが必要となってます。で、SNBC デビットカード1枚につき1回参加可能となります。で、この500円分のプレゼント付与に関しては2021年の1月の中旬まで決済した時のまあその口座に振り込まれるということになります。 なのでまあ、もう忘れた頃に入ってくるんじゃないかなという感じですかね。そしてここですね。ちょっとこう書き方ちょっと間違えてるんですけども、まあタッチ決済以外の決済方法に関しては対象外ということになります。もちろんこの ID 決済も対象外ということですね。 でですね、僕も早速このキャンペーン参加しようかなと思ったんですけども、大事なところがですね、抜けててですね、見ていただいたら分かるようにタッチ決済のマークが僕の SMBC デビットカードに入ってないんですよ。もうこれ気づいた時に、うわ、ショックだと思って。で、今回はですね、まあ、ちょっとタイトルにもあったようにタッチ決済機能付きへ、まあ、切り替えをですね、 実際に行ってみました。手続き結構簡単でしたね。まず、ウェブページに、三井住友銀行のウェブページにログインをしていただいて、そしたら右上にメニューというところがあるので、ここをタップします。そうすると、まあ、上から3番目あたりに、SNBC デビット申し込みというところがあるので、ここをタップします。そうすると、SNBC デビットの専用ページに切り替わりまして、画面を下に下がっていただくと、ここにですね、口座情報ということで、キャッシュカード一体型へ切り替えという項目があるので、ここで切り替えるをタップします。 で一応ですね、真ん中の方にも書いてる通り、発行される SMBC デビットは全てタッチ機能付きカードとなりますという風に出てるので、まあ、とりあえずここから入れば、タッチ機能が、まあ、付いたものに切り替えられるということですね。で、実際の申し込みの画面に入ったら、まあ、カードデザインを選ぶ項目があるので、ここでご自身の好きなカードを選ぶと。今、ベーシックな画面が出てるんですけども、僕は今回こちらの和柄1なでしこという デザインにしましたまた、あ、今までね、キャッシュカードは普通のベーシックで、デビットに関しては和柄のもう一つの柄だったんですけども、今回気分を変えて、このなでしこというちょっと派手なやつにやってみました。 で、これで申し込みが完了ということで、あとはま、到着を待つのみということですね。まあ、期間としたらまだまだ結構長いので、カードがまた届いても全然このキャンペーン、500円分のキャンペーンには参加できるんじゃないかなと思います。以上がこちらの SNBC デビットカードのキャンペーンについてでした。それではこちら次ですね。三井住友カードのキャンペーンですね。それがこちら、セブンイレブンでビザのタッチ決済を使うと500円還元というキャンペーンですね。 こちらのキャンペーンなんですけども、期間は8月の3日月曜日からスタートしてまして、9月の30日水曜日までのキャンペーンとなってます。こちらも結構長めのキャンペーンですね。で、これ公式ページからそのまま文章を引っ張ってきたんですけども、ご返金額は不要通知日の翌々月のお支払いまでにカードご利用代金に充当ということですので、まあ、とりあえず500円分、まあ500円以上ですね、決済した場合は、まあ、翌々月のお支払いのカードの請求の際の、まあそれに充当されるということですね。 で今回その500円分がもらえる条件2つあります。まず1つ目はビザのタッチ決済が搭載されている三井住友カードとなります。 わかりやすい例は、今右上に出てるようなカード、そして Wi-Fi のマークが横になったようなマークですね。これ何という名前かちょっと忘れたんですけども、このマークが入ってる三井住友カードであればキャンペーンに参加することができると。そしてもう一つ、セブンイレブン店頭レジにて、税込み500円以上決済することによって、これで条件はクリアとなります。で、ちょっと気をつけてほしいのはここですね。対象カード一覧ということで、これが今回該当する三井住友カードとなります。 まあ三井住友カードプラチナゴールドプライムゴールドとか普通の三井住友カードとかこういったのが全部対象ということで,で気をつけてほしいのはここですね以下のビザブランドのカードが対象ですということですので三井住友カードに関しては他にもマスターカードのブランドもあるのでそれに関しては対象ではないのでここはお気をつけください そして、あとまあ補足なんですけども、三井住友カード関連であれば、ビザラインペイクレジットカードも、一応三井住友カードのところから発行されてるんですけども、そういったカードに関しても対象外となりますので、あくまでも三井住友カード、ま、プロパーカードというんですかね、そういったものが対象ということになります。で、実際の決済する時の動画こちらですね、一応決済するときはもうクレジットでお願いしますと言って、かざした方がいいかなと思います。 そして僕が今回購入した商品こちらですね <laughs>。あのまあ、久しぶりにもうお菓子ばっかりなんですけども、左下にはバナナチップスチョコレート2つと、あと最近ハマってる皮付きポテトフライっていうものですね。 これと、あと、うまい棒とブラックサンダー。これで税込みが502円ということになりましたので、これで条件はクリアということになります。最初まあいろいろ買うもの悩んだんですけども、500円ちょうどにならなかったのがちょっと悔しかったですね。で、あと最後にですね、もし三井住友カード持ってない方がいらっしゃいましたら、今現在こういったキャンペーンもありますよということで、少し紹介させていただきたいと思います。まず一つ目はこちら、新規ご入会限定三井住友カードの新規入会 &V パスアプリでオグインすることによって、ご利用金額の20%、最大8000円 がプレゼントとということですね、まあ、結構僕の視聴者さんの中でも三井住友カードを持たれてる方いらっしゃるかと思うんですがもし初めて作る場合は 現在、こちらのキャンペーンも開催中でございます。そしてもう一つ、これ以前ちょっと動画でも紹介したことあるんですけども、日頃のキャッシュレスが抽選1万本、上限10万円になるんですけども、全額還元のキャンペーンですね。まあ、これが w i ズキャッシュレスキャンペーンということで、まあ、先ほどのセーブイレブンのキャンペーンと、三井住友カードの、まあ、初めて作った時の8000分のキャンペーン。あとは、当たったらラッキーな、この w i ズキャッシュレスキャンペーンですね。この三つ同時参加することができると思うので、まあ、期間長めなので、ま、ぜひともですね、まだ作成されてない方 一つ検討してみるのもいいんじゃないかなと思います。 あと念のためなんですけども、三井住友カードをもし作成する場合は、僕絶対と言っているほど、まあ、ポイントサイト経由を僕はお勧めしております。まあもちろんどこでもポイントサイトは全然いいんですけども、僕がよく使っているモッピーというポイントサイトであれば、ここを経由したら今8月4日現在であれば4500ポイントがもらえます。なので4500円分がもらうことができるので、まあ先ほどのね、三井住友カードのキャンペーン3つと加えても結構強力なキャンペーンとなってるんじゃないかなと思います。 一応ですね、まだモッピーの登録されてない方がいらっしゃいましたら、下の概要欄にリンク貼っておりますので、詳細気になる方いらっしゃれば、チェックしていただければなと思います。まあ、そんなこんなで今回は、SNBC デビットカード500円分がもらえるキャンペーンと、そして、三井住友クレジットカードのですね、キャンペーン2つについてお伝えをさせていただきました。いや、先ほどもお伝えしたように、ここ最近本当にタッチ決済のキャンペーンがですね、徐々に徐々に出てきてるなというふうに思います。特にこの三井住友カードもね、数ヶ月前もタッチ決済のキャンペーンもあってたので、 のでまだまだ今年はちょくちょく出てきたら嬉しいなというふうに個人的には思っております。 まあ一応ですね、コンビニとかであれば、ローソンとかでもタッチ決済ができたりするんですけども、タッチ決済するときに、ビザのタッチ決済でお願いしますって言ったら、やっぱり店員さんになかなか伝わらないっていうことがちょくちょくあったりするので、普通にクレジットカードでお願いしますとか、クレジットでお願いしますって言ったら、意外とこうスムーズに決済ができたりするので、まあぜひですね、まだ体験されてない方がいらっしゃれば、そういった風に決済してみるのもいいんじゃないかなと思います。今回お伝えした、それぞれのキャンペーンの2つのリンクと、そしてまだモッピー登録されてない方がいらっしゃいましたら、下の概要欄にリンク貼っておきますので、詳細気にな なる方はぜひチェックしてみてください、はい、ということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました